はい、いいでございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日はうまくいかない新規事業の4つの特徴ということをテーマで、ま、お伝えをしていきたいなと思っているんですがとにもかくにもですね私実は2つ事業を潰したというかあのうまくいかなかった経験があってまあ細かいの言い出せばですねもうめちゃくちゃ失敗しまくってるんでもう何個なんだろうなっていうぐらい。 や,まあ、やらかしたりしてるわけなんですが、大きな失敗でいくと2つかなという感じですね。1つが社内ベンチャー立ち上げたときなんですけど、えっとまあ、新卒と入った会社でですね、まあ、2年間、派遣の営業、人材系の営業やってて、でその後、 もともと社内ベンチャー立ち上がっててで、その事業がもう全然伸びないから、営業できるやつ引っ張ってきて、なんとかしろみたいな形でジョインしたのがそこだったんで,で、そこで呼び出されたのが私だったんですけど、そこがまあうまくいかなくてねという感じでございましたよ。当時やってたのが Web 集客で、まあサテライトサイトっていうまあ 何て言うんですかね、メインサイト以外でいろいろサイトを立てて、で、まあ、動線引っ張ってきて集客できますよ、みたいな、まあ、サービスを作ろうとしていて、まあ、ウェブ集客のまあ支援ということで、まあ、私もそこが初めてウェブ業界というウェブ事業ですね、IT 事業に携わった経験だったんですけど、まあまあ、売れなくてですね、 まあそれはそうなんですよ。あの、ぶっちゃけ全然成果出なかったんで、なのでもう半年で事業を撤退ということでクローズしたのが最初のひ失敗、大失敗ですね。まあ、そこでいくと私も事業を作ったというよりは、後から入ってきてなんとかしようみたいな形だったんですけど、まあ、そこがうまくなかなかいかなかったと。 いうことで,す、ね、で2つ目がまああの役員までやらせてもらってた会社でですねまあ COO を務めてた、まあ、IT スタートアップがあるんですけど3年間かなもうやってきてでえっともう事業自体はクローズということで今会社も休眠状態に入ってるという感じなんですがまあこれ実は今年の3月であの会社を閉じたという形なのでまあ実はほやほやなんですよね。あのプロダクト自体はユーザー数3000人も突破して B2B と,というか、B クライアントあの、コンテンツマーケティングのサービスだったんですけど、企業300社でライター3000人登録もしてもらって、あのユーザーもたくさん増えていって,伸びてた、伸びてはいたんですけど、まあ、最終的にまあ黒字化できなかったっていうところで、まあ、撤退したということではありましたね。まあ、3年間、ゴリゴリやったんですけどねという感じではあったんですが、まあ、その経験からですね、うまくいかないときって、 どんな時かっていうこと、まあ肌を身をもって感じているということと、営業代行させていただく中で結構私のところでご相談いただくケースも結構まあ新規事業立ち上げをして売っていきたいんですとか、まあある程度検証が終わったんでこれから一気にスケールしていきたいんですっていうところも大体こういった形でご相談をいただくベンチャー企業の営業が多いので、まあこういったところの経験も踏まえてですね、ちょっと厳しいなみたいなケースはどういうパターンがあるのかっていうことを4つご紹介できればなと思っております。1つ目がですね、 口癖から全部行きたいと思うんですが、次の準備したいからが、口癖の 新規事業は大体うまくいかない。これ何かっていうと、アイディアができたらすぐ営業代行とかテレアポ代行に移行しちゃうパターンなんですけど、要はアイディア作りとか仕組み作りみたいなところで、あもうこれだったらいけるな、みたいな形、気持ちができた瞬間に、もう営業は外部にアウトソースするみたいな形で動いている事業っていうのは、大体うまくいかないんですね。で、まあ営業代行させてもらうといって何なん,なんですけどあの、いきなり代行に走っちゃう会社さんっていうのは、結局自分がお客さんとコ コミュニケーション取ってないんですよなのでアイデアが本当に正しいのか正しくないのかっていう検証をしないままお客さんの声を聞かないまま事業化してでもう一気にスケールしてお金突っ込んでいっていこうみたいな形なので結構そのいきなり代行するとか代行にお願いするとかいきなり広告バンバン回すみたいな形でいくと、まあ、大抵うまくいかないですねやっぱりですねあのお客さんの声ちゃんと聞かなきゃいけないっていうのは当然といえば当然なんですけど意外とできてない事業の 運営者の方というか新規事業立ち上げる人って多いんですよね。やっぱりお客さんの声をしっかり聞くっていうのが大事というところがポイント1個目です。で、2つ目。うちの企業事業は新しいからが口癖の経営者。経営者とかまあ事業責任者の方ですね。で、これはですね、どういうことかというと斬新すぎるんですよ。で、今世の中にない商材全くなかった商材って、まあ、本当にあるのかって考えたときに、私個人的にはないと思ってるんですよね。 なので、なんでなかったのかって考えたときに、必要ないからなかったって話なんですよ。なので、あの、御社のサービス、英語大学させてもらうときも、御社のサービスって競合どこですかとか、モデルケースになってる会社ってどこになるんですかみたいなことを聞いたときに、そのモデルが出てこないいや、これ自分でゼロから考えて作ったんで、みたいな場合っていうのは、だいたいうまくいかない。 ですよね、海外のこのモデルあの、この事業をモデルにして日本取り入れてますとか、あのもう純粋にあの大手のあそこの,、えっと、こ,この特化版ですみたいな形で、要は何かをパクってで、それをちょっとずらすであったりとか、特化をさせるみたいな動き方をしてった方が、要は人数の検証っていうのができているということですね。で人数が、ねまあ、今までなかったものに関しては、世の中から求められてないみたいな可能性もあり得るわけですよで。その可能性が高いんですよね。まあ、こんだけ インターネットも普及して、情報もいろいろなところから仕入れられていて、できないことってほぼないわけですよ。それでもやってる人がいないっていうことは、やってない理由が何かしらあるはずなので、まあ、そこをすごく感じるかなというところですね。あの実際に私、IT スタートアップやってた時も,も、なかったんですよ。 世の中になかったまあ仕組みを自分たちで作ろうみたいな。これもちろんあのサンプルになるものとか、ある種の他の業種のものをピポッとしてみたいなこともやってきたんですけど、最終的になかなかマーケットには受け入れてもらえなかったな、みたいなところと、事、まあ、業のスピードが合わなかったというところですね。で、三つ目が、私は木っぽいからっていう経営者、責任者。 ですね、要はこれ、情熱の欠如なんですよ。あの、スタートアップを潰した一番の要因っていうのは、まあ、メンバーの情熱が欠如したっていうのが、実は一番大きかったなっていうところで、キャッシュの問題とか、場所の問題とか、まあ、いろいろ細かい問題を考えていけば、いくらでも出てくるんですけど、最終的に、一番何が大事かって言ったら、もう情熱が続くかどうかなんですよね。あの、いろんなベンチャーとか、スタートアップ、私も見てますけど、10年とか、あの、もう本当に世の中に、 目立つよううになるるとというかか世の中認知され始めるのが15年とか経ってるスタートアップ結構多いんですよねだスタートアップって書いてあるんですけど、創業年数で見てみると2000年とかですね、2005年とか、全然あるんですよ。要はそれだけ下積みの期間があるんですよね。その下積みの期間を過ごして、でもやめずに取り組んできたから今があるみたいな形で、私がやってたスタートアップも多分頑張って続けてれば、まだ、 先があったかなと思うこともあるんですけど結局メンバーの情熱が続かなかったって役員3人だったんですけど情熱が続かなかったっていうのが正直一番大きかったかなっていうのが今振り返るとですね強く感じるかなというところですねで最後4つ目が制約が多すぎるっていうことでえっ、ー、とここはですねまあ口癖で親,親会社の意向でみたいなことを言っている場合っていうのはこれ結局マーケット見てないんですよ親会社の意見 しか見てないんで、これは私があの新卒で社内ベンチやって言った時はまさにこれでしたね。親会社がこう言ってるからとか、親会社の社長がこう言ってるからこうしろみたいな形で、お客さん不在なんですよ。誰見てんのって言ったら、親会社の社長のまあご機嫌取りで事業やってるんで、誰のための事業だって話ですよね。お金払ってくれるのは親会社の社長がまあ確かに運営資金は出してくれてますけど、サービスに対してお金を支払うのはお客さんなので、やっぱりお客さん不在のサービスっていうのは当然売れないよねっていうことですね。なのでま,あまとめると、アイデアができたらすぐだ 代行しちちゃゃううう、とか広告に走っちゃうっていう、まあ、お客さんとのコミュニケーションを取らないっていうことが1つ目。で、斬新すぎるということは、まあ、ゼロから作りましたっていうサービスに限っていけば、まあ、要はニーズがなかった、世の中にサービスがなかったっていうことそれらに理由があるので、まあ、そこを考えましょうねということ。で、3つ目が一番大きいと思っているのは情熱の欠如ということで。やっぱり続けることですよね。続けなきゃまあ認知もされないですし、サービスも磨かれない、プロダクトも磨かれないということですよ。結局は、ね、最初からね、ピンポイントで、 もうこれを当てに行くっつって当たる確率なんかです、なかなかないんですよ。失敗を重ねながらプロダクト育てていく、ビポッとしていくみたいなことってすごくやっぱ大事なので、まあ、それができる情熱が続かないっていう時には難しいよねっていう話ですね。で、最後も制約が多すぎるっていうことも、まあ、親会社とかですね。まあ、マーケット以外に制約が発生してしまうとなかなかうまくいかないということでございます。なので、うまくいかない新規事業の特徴ということで4つ紹介をさせていただいたんですが、まあ、今自分が使っているプロダクトとか商材とか事業がですね、まあ しないかっていうことと、まずはとにもかくにもですね、ちゃんとお客さんと会話しましょうっていうことですね。会話をするっていうことと、えーとまあ、サンプルになる、モデルになる事業をちゃんと見つけて、でそこから勉強していくということと、続けることですね、とにかく。もう情熱を持って頑張りましょうということでございます。お客さんに向き合って、お客さんに情熱を持って向き合って、コミュニケーションを取りながら、ぜひ事業を、プロダクトを育てていただきたいなというところが、まあ、うまくいかなかった経験してるんでね、何回も。 なんで強く思うところでございますので、まあ、自分の事業としっかり向き合っていただきながら、良いプロダクト、良い事業を作っていただきたいなという思いを込めて、えー、今日はこの動画を撮らせていただきました。ということで、今日はうまくいかない新規事業4つの特徴ということでまたお伝えさせていただきました。今日の動画参考になったら勉強になったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。